し忘れぬ落とし出し席の孫六伊達には刺さぬ時を時節を待つからだい。どこで飲んだかぐずやすがい。貧乏独立家に下げ八丁ぶりの老宅へ右ひん左のババ、今帰ったぞ。今帰ったもないもんだよ、やっさん。今しがたまでおじさんとこの若党がどんなに待っていたか知れないよ。おじ上からの使いだと？そんなら慌てて王にも当たらねえ。でも手紙を置いていったから読んでごらんよ。いや、読まずと知れた。酒を飲むなのご意見だろう。あとだあとだあとで見る。やっさん、寝ちまっちゃダメだよ。ほらの長屋の昼下がり前後深くに酔いしれて夢は彼の駆け巡る時刻はまさに八つの木の血筋の手にしかやすべがありあり見たる姿こそ人と争うおじすげの。お、危ない。ガバッと羽を着た安兵衛が膝から落ちたおじの書面取る手遅しと読みあぐれば。何何、しかるに村上兄弟遺恨に思い死の中津川雄藩を語らい本日正八つ時高田の馬場において真剣勝負つかまつるべきとの書状を参り将来は武道の維持我一人にて参る所存なれど卑怯未練な村上兄弟多分他人数堂々なるべし老いのみなれば再び御身にまみうる折これあるまじくと存じ候我なき後はくれぐれも身を慎んで中山家を。いやいや、ババ今何時だ。はあ、やっさん、まあびっくりするじゃないか。もうかれこれやつだろうよ。何やつだ。しまった。いやし、顔色を変えてどこ行くんだよ。どこ行くとは知れたぞ。おじ上の一大事だ。愛と孫六文ずとつかみ
八丁堀を後にして外堀伝いに下した飯田町から大曲り石切り橋もひとっ飛びに江戸川越えて早稲田から高田のババへと一目散必死の思いで来てみれば金しやおじは血まみれに倒れてもはや声もなしおおおじ上へおやらしなさでてくだしゃりませしごろのご意見聞き酒に少年は奪われて大事の場所に間に合わず休め少し早くばかかる御船をさせまいものを返す返すも残念じゃ剣を取るのも筆持つもなみなみならぬ御君とお許しなされてくだされとしっかりと握るおじの手を己の頬にあてがってついに泣かぬ安部がおつる涙や草の上おじのかばねを伏し拝みすっくと立ってやすべが縄のたすきに袖を上げ名乗りかけんとしたおりにあいやしばらくそれなるおわこうどあだうちに縄のたすきは不吉にござります。手前は浅野匠の神の家臣堀部屋兵衛金丸と申する者の家内これなるは汚れなき娘のしごきにござりますればたすきに遊ばさるよう心ばかりのご女性にござりまする。ご公千番かたじけなしお礼は五国ごめん。いや村上兄弟出てうせい重の六郎右衛門の中山安兵衛竹常おじの仇討ちに参ったりいざ尋常の勝負
しよう。命がいらぬか痩せろうに、帰り討ちにいたしてやるわ。覚悟をさらせ。黙れ卑怯者、一人二人は面倒だ。束になって飼ってこい。高田の馬場の土にしてやるわ。わっと上がった歓声に草木も揺るぐ秋の空、飛ぶはすすきかう。寄せ返し獅子粉陣の安兵衛、踏み込み切り込み、おじの穴一人も残さず打ち取って、中山安兵衛竹常が、その名を天下に響かせる高田の馬場の物語。